エルバウル石碑7号。左上に2の猿。右上に6の猿の日付が見える。エルバウル記念碑27号。旧義書の石碑骨丸ワッパ様式は、古典気候期から、終末期に、グアテマラ南部高地、太平洋岸斜面、エスクイントラ地方の南部に成功したと考えられる。縄族風、メキシコ風の図像に特徴付けられる石堀群の様式を言う。 グアテマラシティから車で2時間ほどの位置にあるサンタルシアコツマルワパ周辺の52平方キロメートルにこの様式の石彫りを持つ遺跡が集中していることからコツマルワパ様式と名付けられた。最大規模の遺跡はビルバオであり、周辺にエルバウル、エルカスティージョ、パンタレオン、パロベルデなどの遺跡の分布が知られており、マイケルコーは一つの遺跡の可能性もあると考えている。 それぞれの遺跡は数百メートルの基段の上に建てられた神殿建築からなり、建造物は土を盛り上げ、表面に河原石をそのまま並べた構造だが、階段や中庭には加工した石材を使っている様子がうかがわれる。これらの遺跡の存在は19世紀より知られていたが、1920年代にメキシコ中央高原の影響が指摘されて本格的な調査が行われたのは、 ジョン・エリック・シドニー・トンプソンによる1942年のエルバウルの調査であった。トンプソンはコツマルワパ様式を古典気候機に位置づけた。1962年から64年にかけて、ステファンデ・ボルヘギーやリー・アレン・パーソンズらによるミルウォーキー公立博物館によるビルバを中心とする調査では基本的にトンプソン説を確認しながら、 手置ワ間に起源を発しているとした。しかし、その後石彫りの図像自体の宗教的意味の解釈は、停滞してきたが、杉山久美子と杉山三郎が、五古天気末期のアステカ、ミシテカ経営文書に描かれた球義にまつわる信仰、儀式、神々の体系が、すでに古天気からグアテマラ太平洋岸のコツマルアパに見られることを指摘しようと試みている。 コツマルワパの石彫りの様式の特徴は、骸骨や人体模型のようなレリーフ、球技や球技者に関連する図像、アステカにつながる系譜をなすメキシコ中央高原の神々の図像である。まず、アステカの花と愛の神として知られるショチピリの原型としての太陽神が見られる。ショチピリは、サー軍によって残されたショチピリの参加によると、球技場で、 トウモロコシの神神手を取るとして現れる属性を持つとされ、実際に球技と関連する文脈で石彫りに刻まれる。また、ショチピリは、猿の火の守護神であり、猿が象徴する、官能的快楽、罪深い欲望が、ショチピリの快楽、生殖の属性と結びついているものと考えられる。ショチピリの妻であり、第一母神であるショチケツルも、娯楽、生殖、 球二の守護神として刻まれている。その他眼球が飛び出し花が突き出たグロテスクな行僧の風の神エイカトル、シペトテック、雨と雷と豊上の神トラロック、日没後の太陽を表すトラルチとナティーブ、火の老神と呼ばれるウェウェテオトル、羽毛の蛇ケツアルコアトルが石彫りに刻まれた。その他には再生のシンボルとしての蛇、 大地を表すワニに似た怪物シパクトリ、生殖力のシンボルとしてのカニとサル、空、太陽のシンボルとしての鹿、日中の天空であり、太陽そのものと考えられたワシ、同じく太陽のシンボルに伴って表現されるハゲタカ、夜の天空であり、太陽の沈む大地の穴であるジャガーなどの動物も、神々と関連付けられて刻まれた。コツマルワパの石彫りは、 宇宙を象徴する球技とそれに伴って行う人身獄によって自然のサイクルの永続と豊穣をもたらす神々を支えるというアステカにつながるような宗教感があったと思われる。また、コツマルワパ地方は昔から有名なカカオ産地であり、食用だけでなく通貨としても使用されたカカオ豆が経済的な基盤であったことが石彫りに刻まれた神々や人間の図像から カカオの早鶴が伸びている様子が刻まれていることからも伺われる。ありがとうございます。